藤丸でございます。今日も仮想通貨ニュース読み上げてチャート分析をしていきたいなと思います。このチャンネルでは仮想通貨について毎日配信してますので、送り人になりたいという人はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。はい、じゃあ今日もニュース読み上げていきたいなと思います。まずね、イーサリアムからなんですけども、イーサリアムの創設者の、ビタリック・ブテリンさんがですね、昨日も登場しましたけども、スケーリングソリューションの一つ EIP4844 っていう提案をしましたということで、 EIP っていうのはイーサリアムの改善案ということですね。これは、プロトダンクシャーディングって言われていて、シャーディング実装前の段階でイーサリアムのガス代を大きく下げるってことを目的としています。まあ、イーサリアムのガス代が高くて、まあ、ディファイとか、まあ、NFT をいじるときに、まあ、ガス代が高すぎる問題っていうのは皆さんも分かってると思うんですけど、まあ、それをスケーラビリティ問題って言うんですけど、まあ、それを解決する手段として、この新しい提案っていうのがあるんですね。ただ、これの実装自体はかなり時間がかかるということです。それで、まあ、短期的な解決策として、まあ、メインチェーンの外で取引を実行するレイヤー2ソリューションのロールアップっていうのが開発されています。ただロールアップを導入してもイーサリアム以外の仮想通貨チェーンと比べると、まあ、全然イーサリアムって高くなるっていうね、想定なので、今回のこの EIP4844 っていうのを実行することで、まあ、イーサリアムのガス代を抑えようということになっているということです。どうだろうね、まあ、どれぐらいかかるのかによるけど、まあしばらくはね、やっぱ高いままなんじゃないかなと思いますね。その根本的に解決するその提案が実際に実行されるまでどれも時間がかなりかかってますし、イーサリアムのね、プルーフオブステークも、まあ、少しずつ進んではいるけど、かなりね、やっぱり、なんて言うんだろう。数年、1、2年とかっていうぐらいのレベルではかかると思うので、まあ、今年中にガス代が急に安くなるとかっていうことはないんじゃないかなと思いますが、まあ、イーサリアムは、まあ、ビットコインに次ぐね、メジャーなアルトコインとしては、まあ、ずっと君臨し続けると思いますので、まあ、投資自体はね、イーサリアムは、まだまだガンガンやっていっていいと思います。はい、もう一つも、イーサリアムの記事です。イーサリアムの、仮想通貨取引所に預けてある残高が、2018年以来で一番低くなったってことですね。これはでも、DEX は入ってないです。 DEX 入ってないので、まあ、結局一般の取引所にある量が、まあ、前回のバブル崩壊の後から一番少なくなっているってこと。だからつまり売り圧が、ここ3、4年で、まあ、一番低くなっているって状態なんで、まあ、イーサリアムやっぱもう底打ちはしてるのかなって思いますね、今のところで。で、今からまた上がってくるんじゃないかなとは思ってるんですけども、ただこれはまああくまでね、取引所っていうその一般取引所の量が減ったってことなんで、その DEX の中にあるやつ、つまり DeFi で使われてるイーサリアムとかを除かれてるのがあるんですよね。イーサリアムってまあ昔はもちろん一般的な仮想通貨取引所にあるのがメインだったんですけど、今は結構 DEX を使うためにイーサリアム入れてるとか、まあ、ウォレットに入れて、で、オープンシーで NFT 買うっていう人も多いんで、まあ、この数字が必ずしも、その、なんて言うだろうな。イーサリアムが上昇することを期待して少なくなってるっていうのは、まあ、多少はあるけど、それだけじゃないんでね。ビットコインの残高が減ったっていうのとはちょっとまた意味が違うので、まあ、イーサリアムの残高が減るのは、まあ、それはね、DEX と、DEX というか、DeFi と NFT のブームがあるんで、まあ、それはそうかなっていうのはありますね。はい。じゃあ次が、メタマスクなんですけど、メタマスクのっていうね、まあ、有名なウォレットが、レイヤー1のブロックチェーンのアバランチに対応しましたってことで、アバランチのチェーン上での、スワップ、通貨の交換機能が可能になりましたってことで、まあ、イーサリアムとか、まあ、ポリゴンとかね、だんだんこのメタマスクも、そのウォレットの中でね、いろんなネットワークを少しずつ使えるようになってるんですけど、まあ、ついにアバランチも入ってきたということで、まあ、メタマスクっていうね、まあ、世界で一番多分使われている、まあ、ウォレットのネットワークに追加されたってことは、結構価格自体もまあ期待できますね。アバランチ持ってたら、まあ、イーサリアムよりガス代がまあ圧倒的に安いわけなんでね、手数料がね。安いわけなんで、まあ、じゃあアバランチ持っとこうかなっていう人が増えるわけです。そしたら、
まあ、価格も上げやすいのかなと思いますので、またちょっとしばらくアバランチに期待してもいいかなと思います。はい、じゃあ今日はね、チャート分析しますが、今日は全体的に、安いコイン、安くなってるコインが多かったんですけど、でもなんかそのまばらにね、一部は結構上げてるコインとかもあったりして、まあ、コインによって、まあ、上がってるもの、下がってるものがあるっていう感じの一日でした。今日は、ビットコイン、イーサリアム、テラ、そして、グリーンメタバーストークンと、アバランチの5つのチャート分析していきたいなと思います。はい。まずね、まあ、ビットコインとイーサリアムはね、あんまり目線変わらないので、サクサクっていきますが、ビットコインが、ね、4万1000ドルぐらいを推移してます。あんまりまあ変わってないですね。こんな感じで、まあ、まだ三角持ち合いの中にいますが、まあ、ブレイクをそろそろ狙ってると思うんですよ、この三角のね。でブレイクしたらやっぱ跳ねやすくて5万3000ぐらいまで上げそうだなと思います。なので、まあ、その、この下落トレンドをブレイクしたところで、まあ、ロンが入って、まあ、短期的にこの幅取るっていうのはいいと思います。が、もう一回下、試してくるっていうのも想定しておかなきゃいけないですね。まあ、髭が、この下髭、1本、2本ありますけど、もう一回ぐらいは、まあ、試しそうなんですけど、結構仮想通貨って、偶数回トライして上がる、方向感変わるっていうよりは、奇数回試して上がる、変わることが多いような気がするんですよ。3とか5とか 7回とか、そういうこと。で、そういうのを考えたら、もう一回ぐらいなんか、結構悲観させるような下落するけど割れなくて上とかね、あるかもしれないんで、まあ、あんまり例えば今からちょっと自信持ってなんかハイレバリーロングするとかはあんまり進めないですね。まあ、しっかり上抜けしてロング入るか、もう一回このヒゲみたいなのが出てからそのヒゲのところで3万6000ドルとかで、まあ、ロング入る、逆張りのロング入るとか、まあ、そっちの方がいいかなと思います。で、現物は別にまあ今の価格帯で買ってもね、全然、押し目買いの範囲なんで、いいと思います。長期ロングとかもね。うん。短期はちょっと待てって感じ。じゃあ次、イーサリアムです。イーサリアム、まあガス代の話もありましたけど、まあブテリンのね、その、新しい提案っていうのは、まあ結構大きなニュースですので、まあ、またちょっと買いが入ってくるっていうのはあると思います。で、こっちは、イーサリアムはもう下落トレンド一回上に抜けてるので、まあ上がりやすくはなってるので、早めに買っていった方がいいかなと思います。僕も最近ビットコインよりもイーサリアムちょっと優先的に買ってます。あとはまあもうちょっとね、今勢いがあるコインとかを買うとかいう感じかな。まあ少し前までビットコインばっか買ってたんですけど、だんだんちょっとアルトコインにも資金入ってきて、アルトコインも上げてきてるので、いいと思います。うん。2900ドルですね。この辺で、まあこういうその、下落トレンドを上抜け後の裏タッチからの上昇っていうのは、まあ、いつもあるパターンなんで、まあ、この辺で買っとくのがいいかなと。まあ、あるいは、短期でロングする。で、この下落トレンドをまた下に食い込んだらすぐ切るっていう感じ。そういう短期トレードでもいいと思います。で、一旦はこの平行チャンネルの、上限の、まあ、3800ドルぐらい。あ、上限じゃない。真ん中の線。この辺ね。この辺の3800ドルぐらいを目指してロングするっていうのが短期トレード的にはまあいいかなと思います。だから今、イーサリアムも結構ね、爆上げ寸前だと思うんですよね。じゃあ次、テラ。テラは引き続き調子がいいですね、やっぱりね。やっぱりこういうファンダがいいコインは調子が良くて、今95ドルなんですけど、まあ、いかにももう高値更新しそうなんですけど、とりあえずやっぱね、110ドルぐらい、この辺ね、ちょうど110ドルぐらい、もうちょっと上か、115とかかな。ちょっと上かなって感じ。うん、この辺が、まあ、一旦の売りポイントになってくるでしょう。この平行チャンネル多分見られてるので、最高値更新するけど、一旦115ドルぐらいで売られるみたいな感じなんで、まあ、この上昇乗れた人は、もう一旦そこで一回利益確定した方がいいと思う。利益確定して、もうちょっと、その、今から上げてきそうなね。これはもう上げ切ったコインなんで、まあ、上げてきそうなコインに乗り換えるっていうのをやった方がいいかな。思います。まあ、テラー買いたい人は、バイナンスでも、バイビットでもいいです。じゃあ次が、グリーンメタバーストークンね。ステップンの、いい方のコインね。GMT も、なんか、やっぱ強くて、今日ね、また陽線出てますね。で、割とね、思った通りになってきてるんですよね。拡張型チャンネルの話をずっとしてきたと思うんですけど、まあ、それにやっぱ支えられる形で、あ、今もまた上がってきたね。
さっきまでちょっともうちょっと様子見てたかったけど、上がってきました。やっぱこの拡張チャンネルがかなり見られてるみたいで、やっぱここで移動平均線タッチ、日足の移動平均線タッチで、反転するって感じ。だから、まあ、このままいったらまた上限タッチとかになるんで、まあ、今 0.78 ドルなんですけど、1.1 ドルとか、1ドル超えたあたりで一旦まあ利確されると思うんで、まあ、それ短期トレードやってもいいと思います。今 0.78 で入って1で入ったら、3割、4割ぐらいはね、利益出ますので、いいんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、とりあえずこれはまあ、どう見たってね、上昇トレンド乗っかってるので、まあ、このままずっと上昇。しばらく乗ってもいいし、まあ、一旦僕だったのは1ドル超えたとあたりでも一旦利益確定するかなって感じ。うん。短期的に上げるコイン欲しい人はバイビットとかバイナンスで、これ買ってみてもいいと思います。両方ともリンクが、紹介コードのリンクが動画の説明欄にありますので、口座持ってない人は作ってください。じゃあ次、アバランチですね。アバランチ今日メタマスクに、新しくね、ネットワークが追加されたんですけど、まあ、その影響もあるのかね。まあ、最近結構ね、買いが入ってたんですね、しばらくね。で、ずっと僕もこのディセトラを見てたんですけど、出てこい。そう、このディセトラ。このディセトラを見てたんですけど、これをまあ否定してきて、上に抜けてるんですよ。で、イーサリアムと同じように、抜けて、一旦裏タッチして、また上がってきてるって感じなんで、今から本当にこいつが爆上げそうなんですよね。最高値が、ここなんで、最高値145ドルとかなんですよ。今91ドルなんで、まあ、最高値に上がるだけで、まあ、1.5 倍ぐらいなんですけど、僕は多分ね、こういうディセトラの否定してきた後は、多分結構跳ねると思うんですよ。最高値を更新していくと思うんで、こういう時は、フィボナッチエクステンションをね、久しぶりに使ってみましょうかね。この辺の爆上げる前のところで、一旦スタートして、この辺145ドル付近で、もうちょっとね、付近で、天井で、ここまで調整しましたってことで、こんな感じで引けますよね。そしたら、1が184ドルで、1.618 が267ドルとかなんで、まあ、そのあたりですね、184ぐらいから267ぐらいの間まで、上昇トレンド一旦続くんじゃないかなと思います。まあ、だから200ドルぐらい行ってもおかしくないんで、まあ、中期ぐらい、短期っていうか中期ぐらいね、長期っていうかまあ、長期でもいいけど、まあ、それぐらい、まあ、数ヶ月スパンとかぐらいで、1、2ヶ月とかぐらいで、まあ、アバランチ買って、この辺200ドルとか超えてきて、まあ、RSI とかも、買われすぎとかになってきたら、まあ、RSI 今60ぐらいなんですよ、冷やしで。これがまた80とかね、超えてきたら、まあ、利確するみたいな感じになると、今からまあ、3倍とか、2倍、3倍ぐらいは取れる可能性あるんで、こういう、ちょっとまあ、勝率が高そうなコイン欲しい人は、海外の取引所で、バイビットとか、バイナンスで、アバランチ買ってもいいと思います。はい。というわけで今日もね、チャート分析をしてみましたが、だからまあ、ビットコインばっか買ってたんですけど、イーサリアムも下落トレンド抜けてきてるし、アバランチも抜けてきてるし、さっきやった GMT ってコインも上昇してるし、まあそういうちょっとね、今調子が良さそうなコインに、まあ、資金を動かしておくと、今月末ぐらいまではちょっと上昇していくのかなと思いますんで、調子悪いコインずっと持つぐらいなら、今日ね、チャート分析したようなコインを持つと。まあ、そうすると、まあ、資産増えやすいかなと思います。ビットコインの本格的な上昇はもうちょっとかかるんじゃないかなと。今のところはまだちょっとね、上昇トレンドには来てないっていう感じの、状況かなというふうに思います。はい、こんな感じでね、毎日、チャート分析、とニュース配信やってますので、ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。そして動画の説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。キャンペーンで仮想通貨がもらえる取引所もありますので、ぜひざっと見て登録してみてください。フジマナじゃんけん、じゃんけんポン。またね。仮想通貨投資をやるなら、動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。
入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になっています。でしかも、バイナンスより、ね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットを、メインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤間の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、 Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。